メガネかけたまま眠ったのか。なんであんなことを、俺は。おはようございます、四季様。昨夜はよくお眠りになられましたでしょうか。それと、昨日はごめん。椅子を壊したことは俺からアキハに謝るから、翡翠は知らなかったことにしてくれ。かしこまりました。ですが、椅子の件でしたら姉さんが内密に処理してくれましたので、アキハ様への報告はなくともよろしいかと存じます。分かった。俺もそういうことにしておくよ。ありがとう、翡翠。琥珀さんにもお礼を言っておいてくれ。はい。四季様にそう言っていただけるのなら、姉さんも喜ぶと思います。それより、四季様。今日は何曜日だか。お分かりでしょうか。月曜日だけど、それが？失礼いたしました。私の思い違いだったようです。それでは制服に着替え次第、食堂の方へおいでください。Thank you.
あの先輩。おや、遠野くん、おはようございます。今朝はいつになく元気いっぱいですね。はい、おはようございますって、そうじゃなくて、3度目、こういうの3度目です。先輩、帰ったんじゃないんですか？その予定でしたけど、当面仕事がないようなので残らせていただきました。それにちゃんと卒業までいると約束しましたし、私が遠野くんを置いて帰るわけないじゃないですか。それは、はい、何ですか？その言葉通りの意味として受け取っていいんでしょうか？はい、遠野くんの想像にお任せします。先輩。それじゃあもう本当にどこにも行かないんですね。ずっとこのまま学校にいるんですよね？ずっと学校にいたらおばあさんになっちゃいます。私は3年生なんですから、あと4ヶ月で卒業です。そうでした、すみません。でも昨日みたいにいきなり帰るなんてことはなくて、ちゃんと話はできるんですよね？もちろんですとも。諸子貫徹はいい言葉です。こうなったら最後までお付き合いしますよ、遠野くん。思いのほか落ち着いていますね、遠野くん。実のところちょっと驚かせようと思わないことはなかったのですが、嬉しすぎてバカになりそうですけど、自制ぐらいできるんです。それにほら、心のどこかでまた驚かされるんだろうなって気はしてましたから。
うですか。それは日頃の行いがたたってしまったと反省すべきところでしょうか。そろそろ朝礼の時間ですね。遠野くん、そろそろ行かないと遅刻しちゃいます。そうだね。それじゃあ先輩、また休み時間に。行っちゃうんですか、遠野くん。お、いえ、先輩を探しに行こうと飛び出したというか。いつも待ってるばかりだから、たまにはこっちから行こうと思ったんです。それはそれは嬉しいですけど、遠野くん、私のクラスを知らないでしょ。3年の B クラスですから、覚えておいてくださいね。なんでしょうその沈黙。何か不名誉な指摘を受けている気がしますが。いや、茶道部の部費でお茶飲んでるだけじゃなくてよかったなと。うん、感心感心。分かってましたけど、真面目に授業を受けてたんですね。はい、なんとか授業についていってます。私のことをそんな風に思ってたんですか。あ、すみません、あまりに先輩が神出鬼没なんで、よからぬ想像する時もなくはありませんでした。先輩の耳には届いてないだろうけど、1、2年の間じゃ楽しい噂話もあるし。ほほう、よからぬ想像とはどのような。授業にいないのにいるように見えたりとか、実は何人にも分身できたりとか。いくらなんでも万能すぎるし、実は学校を裏で牛耳ってるんじゃないとか。まあ諸説いろいろ。遠野くんはそう思っていたんですか。
とんでもない。思ってたのは一つ目のやつだけです。反論したいところですが、遠野くんの言う通りです。たまにどうしても間に合わないときは欠席をごまかしたりしています。でも先輩、茶道部については疑問があるというか、質問があるというか。前に部員はいないって言ってましたけど、この学校初めから茶道部そのものがないんじゃないですか。もしかして本当になかった。じゃあ茶道室は先輩が作った、学校側に作らせた謎の空き教室なんですか。そう、私には点でわからないお話みたいです。いいけど別に、どんな悪さをしても先輩は根っからの悪人じゃないし、誰にも迷惑はかけてないんだろうし。でも先輩の暗示ってそんなことまでできちゃうんですか。ですから遠野くんのお話は点でわからないのでお答えできません。しつこいんですね、遠野くん。別に、先輩の目って青いんだなって見てただけですよ。言っておきますが、暗示というものはそんなに都合のいいものじゃないんですよ。人を言いなりになんかできませんし、無理難題を通すこともできません。暗示とは物事の捉え方を変えるのではなく、そらすというのが大前提なんです。私がいくら遠野くんはカレーが大好きと言い聞かせても、遠野くん本人がカレーが大嫌いなら、その暗示は成立しません。あれ、そうなんですか。じゃあ本人が嫌がっていることは無効化される。はい、まあそれでも遠野くんにカレーを食べてもらう方法はいくらでもありますけどね。例えば大好きだから食べるというのではなく、食べなければ死んでしまうと暗示をかければ。ああ、なるほど。大嫌いでも食べるしかないですね。なんだ、やっぱり何でもできるじゃないですか、それ。だから何でもじゃありませんってば。そういった意味のすげ替えはとても難しいんです。きちんと舞台を整えて、よっぽどうまいストーリーを作らないとかかってくれません。暗示にかかりにくい人も大勢いますし、私にできることなんて私を疑問に思わないという暗示ぐらいです。
ろそろ時間ですね。また昼休みに来ますけど、体の方は大丈夫ですか？今朝は随分と顔色が悪いようですが。はい。大丈夫ですよ。ちょっと寝すぎたのか、体がだるいだけで。そうですか。頭痛の方はどうです？そっちは相変わらずかな。でも今朝は調子がいいです。そもそも少しぐらい痛くてもメガネをかけていれば問題はありません。そうですか。それを聞いて安心しました。でも油断は禁物ですよ。事件は解決しましたが、何があるか分かりませんから。というわけで携帯を出してください。携帯ですか？これが私のメールアドレスと電話番号です。よかったら遠野くんのアドレスも教えてくれますか？大事な話はメールや電話の方がいいと思います。あ、はい、もちろん。ちょっと待って、ちょっと待って。確かにいただきました。それじゃあ何かおかしなことがあったら遠慮なく相談してください。連絡があるのを忘れていました。今日の授業は私でおしまいです。校舎に欠陥が発見されたので、午後は工事のための調査が入ります。皆さんはこのまま午後2時までに下校するように。食堂は1時まで空いていますので、定期食券を持っている生徒の方は利用しても構いません。ではでは。
皆まで言うな。遊びに行こう、殿。また今日はえらくストレートに来たな。何か嫌なことでもあったのか、お前。別に、今日は訳もなく親友と遊びに行きたくなっただけだぜ。お断りだ。どうせ約束をすっぽかされたかなんかだ。今日は先輩と帰るんだから、お前の愚痴に付き合ってやる余裕はないよ。先輩？先輩ってシエル先輩？そうだけど、有彦、お前先輩のことを覚えてるのか？何ですかそれは。先輩は俺の大本命だぞ。忘れるわけないでしょうが。先輩だ！やっほー！お待たせしました、遠野くん。乾くんもこんにちは。予定が変わってしまいましたけど、どうします？遠野くんはお家に帰りますか？それとも作動室に寄っていきます？作動室に行きます。このまま帰ると正門でお別れになるし、今日はもっと先輩と話がしたいから、作動室でゆっくりお茶を。てめえの目の前にいたっつうの。そしてあまりのたわごとに覚醒したっつうの。そう、あれだ、あんまりこういうのに口出しする趣味はねえが、今のはあんまりにもあれだったんで口出しする。あのね、君たち、せっかくの反動をどうしてそういう風にしか使えねえんだよ。作動室に寄っていくとか正気を失う、いや疑うレベルだからな。ここは人工失楽園、21世紀の東京だぜ。もっとマシな遊び場はあそこに山ほど転がってるだろうが。でしょうか。窓の外は、まあ要するに外だと思うけど。
うの？お前がそんなだから先輩までボケちまってんのさ。まだ昼なんだぞ。駅前なんて徒歩10分なんだ。ついでに俺たちは学生なんだぞ。これだけの条件が揃っていて、どうして街で遊びまくる企画力がないんだよお前は。はもっともです。遠野くんへのご褒美もありますし、せっかくなので3人で遊びに行きましょうか。待ちて、先輩。いいじゃないですか、たまにはこういうのも。もう何も気兼ねをする必要もないんですし、遠野くんと乾くんと3人で遊びに行くんならきっと楽しいです。まあ、先輩がいいって言うなら俺も嬉しいけど。はい、乾くんもいいですよね。決まりですね。お二人ともお昼ご飯はどうします？お家で食べてくるか、それとも三人で一緒に食べましょうか？いや、それは学校でいつもやってるし、外食する分の金は遊びに回そう。俺も有彦もあんまり持ってないしな。あ有彦、先輩は？なんか外で食べに行きたいところとかある？食べに行きたいところですか？特にリクエストはありませんけど。そうですね、あまり値段が高いところはちょっと。そっか、人よりいっぱい食べるもんな先輩。それはお金がかかるわ。違います。なんてことを言うんですか遠野くんは。いいです、私も乾くんに賛成です。今から3人でお昼ご飯を食べに行きましょう。映画館の横にある喫茶店のインド風パイが美味しいと聞いて、いつか行こうと決めていたんです。お、アーメンエルブとは通だね先輩。あの喫茶店のマスター、どこぞのイタリア料理の達人らしいぜ。それでは
映画館の前に30分後に集合としましょう。いいですね、遠野くん。いや先輩、俺家に帰るのに30分かかるんだけど。それでは解散です。遅刻者は食後のデザートを振る舞う刑にします。よし、盛り上がってきたな、トロ。シエル先輩と親密になるチャンスは今、ただ今なり。ところで、いっそ1日ぐらい遅れてくれても構わないですよ。出したように意地悪になるんだから、先輩は。シキ様、お帰りになられたのですか。ただいま、今帰ってきた。すぐに出かけるから、昼飯は用意しなくていいよ。お怪我はありませんか。
水ちゃん、階段から落ちた怪我は軽い打撲だけよ。お医者様を呼ぶほどのものじゃないわ。それより危ないのは体の熱です。階段を踏み外したのも熱のせいでしょうから、すぐにベッドの用意をして。はい姉さん、このことは秋葉様には。このまま大事がなければお知らせする必要はありません。解熱剤は私の部屋にあるからお願い。四季さん、気が疲れました？琥珀さん。はい、四季さん階段から転がってきたんですよ。背中を軽く打ってしまわれましたが、幸い大事はありません。ですが、熱が終わりのようですね。お出かけの予定かと存じますが、どうか今日はこのままお休みください。いや、大丈夫。休まなくてもすぐ収まります。ここまで全力で走ったから息が上がってるだけで。いけません！そんな青い顔をして何をおっしゃっているんですか。四季さんのお体を見る者としてこれ以上の無茶はさせられません。でも、約束が。お断りの連絡でしたら引き受けます。あんまり無茶するようでしたら、お注射の出番ですから。